はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。ゴルガリフードミッドレンジ、まあゴルガリフードでもいいし、ゴルガリミッドレンジっていう感じですかね。はい、まあ純粋にミッドレンジプランを取ることが多いフードデッキっていうのが一番正解な気はしますね。はい、今回ブルームバロンによって結構いろんなカードが実装されました。特にフード絡みですね。はい、まあこの球児とかね、みたいな、まあフードを消費してどうのこうのみたいなカードがあったりとか、まあ純粋にね、この辺のあの食物を出すカードっていうのも増えてっていうので、まあいろいろと強化されたデッキになるかなと思います。はい、で特にすごいのはこのカード、清掃人の才能で、まあ1マナのクラスエンチャントなんですけど、まあこれがね、1体以上のクリーチャーが死亡するために食物1個生成しますよっていう効果プラス、まあ単1ですけどね、プラスレベル2で自分のねパーマネント原因下げると、まあどっちかのプレイヤー対象として切削をしますよっていう効果と、レベル3で自分のね、盤面のパーマネント3つ探ると、なんと墓地からクリーチャー1体蘇生、まあ最終カウンターとかいう意味わからんカウンターが乗って出てくるんですけど、まあ蘇生ができますよってことで、まあこれめちゃくちゃあの継戦能力のまあ増加として使えますよって感じですね。はい、で他の強いカードで言うと、これ、主戦度カメリアですね。はい、すごいねこれ。主戦度ってさ、あのお金のどうのこうんだと思うんですけど、これ主戦度だから、これどう考えてもあのね、あの人のことバカにしてるというか、あのね、種族差別をしてるやつですね、これですね。はい、でまあ3マナ33のリスの、邪術師で、まあ威迫と、こういうないリスすべてが、威迫持つって効果と、まあね、自分の食物1個探られるたびに11のリスクリーチャートークンの生成と、まあ2コストで給仕する、まあ食物探るか墓地3枚、追放するとプラス1カウンターを他のリスにばらまきますよってことって。はい、これによって今回食物めちゃくちゃ増えて、給仕で食物探ってっていう動きができるんです。でその動きの流れでトークンが増えるんですよね。これがでかくて、でこの清掃人の才能ってクリーチャー死亡するためになんで、別にトークンでもいいんですよってことで、まあこれがね揃うと、まあ毎ターン毎ターン11トークンは生成できますよということが、まあ今の環境でいい感じかなと思います。またこれね、つたがりの同士みたいな、まあ食物を生成できるカードっていうのが結構多めに、増えてますし、まあ硬いクッキーもね、こいつ自身が食物かつ食物を生成するってことで、この人も非常に相性いいのかなと思います。で他で珍しいところで言うとこれですね、不開口のバイパー、まあ6マナ66のエレメンタルヘビーで、まあ追加コストとしてね、土地ないカードを、まあ、サクってば、コスト下がっていくよって効果と、デルカ攻撃するたびにこれのように後輩カウンターを置いて、まあこれの後輩カウンターにつき相手にデメリットを押し付けますよって効果なんですけど、まあこれがこの時期めちゃくちゃ食物増やすんですよ。まあつたがりの同士でもクッキーでもね、まあ結構食物増えて、でそこに対してバイパーポンって投げてあげるっていうのはいいのかなと思います。今ね環境にバイパーに特化したデッキ、まあ、オルゾフでハンデスとかの置物とか並べながらバイパー出すみたいな動きのデッキとかもあるんですけど、この時もそっちとはまた別軸で、まあ、食物とか大量に作って、まあ、相手をね除去吐かせた後にバイパー立てるっていう感じの、まあ構築になってますね。はい、それと、まあ、新規追加カードでいうとこちらかな、噴水湖、まあ、新しい、無色の、土地なんですけど、まあ、2コスト強でトークン探るとワンドローできるってことで、食物探ってワンドローができますよって効果と、まあ、3コスト1点ペイで、お魚さんを生成することができるのと、まあ、4コストタップ強で宝物を生成することができますよってことで、いろいろと、まあ、役割があるカードになってくるかなと思います。はい、ってことで、結構面白い動きするんで、特に1戦目とかかな、結構すごい面白い動きできると思います、してると思いますし、まあ面白いデッキだと思いますのでね、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率今んとこ結構高めですね。7割ぐらいは勝ってるんじゃないかな。余裕で勝ち越しはしてて、その上で結構いけてる。まあ相手のめちゃくちゃな分でこっちが除去引いてない時ぐらいしか負ける試合がないっていうのがこのデッキのいいポイントかなと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあすごい手札ですね。まあ一応キーパーしますか。イバラ越えの餌あさりとかからスタートとかになるかなと思います。これはクッキー1枚切りましょう。お、いいね。タップインしていきます。ハンデス、サクリファイスとかが飛んでくる可能性はありますね。名前なんて言ったかな。これはクッキーから入ります。バイパーか、うん、バイパーあたりのハンデスデッキな気がしますね。白黒なんで多分そうでしょう。うん、税血、あ、次は首替えの同士プラス清掃人でいいかな。おい、茨越の餌あさりとかでもいいですが。おい、食物、
あんまり墓地肥やすのもなーって感じはしますけど、まあ、清掃人の才能をレベル3にしておけば、まあ一応ね、うん、一応蘇生から、あ、まあ硬いクッキー蘇生とかね、その辺にしてあげれば OK ではありますね。ベリアナ面倒ですね。まあ、桜れて食物が1個出て、はい、2個か。うん、この対面玉靴はいらないんですけど、このターンアンタップインプラスここも起動までしたいんで、うん、これ自分の墓地肥やしますか。あのサクってどうこうするときは自分の墓地肥やしましょう。うん、で首回の下がりか、下がりの同士って多分ここで蘇生すると死亡誘発が誘発しないんで、まあこれだったらクッキーの方が強いかなーって印象はありますかね。うん、バイパーとかはしばらく顔受けでも大丈夫だとは思うので、まあもしかしたらこっちがレベル2になってくる可能性ありますけどね。ただほぼバイパーな気はしますけど、切り崩しならいいや。うん、なんなら土地が一番欲しかったりしますか。悪夢ブリンクとかよりは贅血のエヴァあたりを持っておくのが相手っぽい気もしますけど、ですよね。うん、レベル2、ほい、お、いいね。これは先レベル3で大丈夫です。エンドで3つ食って一旦クッキーから、自分を切削します。清掃人が2枚目とかあった相手の LO を目指しに行く可能性はありましたけど、このタイミングは、自分のライバル削るのが強いタイミングですね。うん、まあ税決で硬いクッキー自体は落ちますけど、眠らずの小屋のアクティベートまで行けますかね。うん、これアクティベートして食物増やしたりとかしてあげると結構嬉しいんで、あとベリアナ押してくれましたね、ありがたい。これは欲しいカード落ちてはいるか、相手のライバル削りますか。うん、お、いいね。危ないカードが落ちました。ほい、まあ、ライフゲインとかは今は特に問題はないので、インスタントの除去、才能、毎ターン4点ずつ、結構重いですね。いや、まあ一応ここで回復しようと思ったらできるんですけど、うん、お、話変わったな。じゃあこれからいきますか。まあ3でいいかな。カメリア、つたがり、クッキーで、一応このタイミング自分で落としたときに嬉しいカードがあるんで、こっちからでいいかな。お、いいね。そう、この辺のあのデカめなクリーチャーが今ちょっと嬉しいんですよね。こうかな。食物も1個落ちてるんで、おい、これはもう相手のライバルでいいですかね。うん、まあ食物いっぱい出て、ここにリストークンも出てくれるんで、おー、土地いっぱい落ちましたね。ああ、次からはもうライフゲインしてあげていいかな。うん、ライフゲインしてあげた方がいいですね、こっから先は。あのこの山賊の才能のせいで結構打点痛いんで、ピクシー悪夢のブリンクだったとしても、プラス6点かな。うん、まあ別に今食う必要はないか。まあ殴っ、こいつは殴る、どうせこいつもブロックできないから殴るか。まあ1個食って、ああ、バイパー、うーん、加えるの
甘靴にしときますか。相手のライバルを落としましょう。リス、食物食います、もう食物食うだけで大丈夫です。うん、相手のライバルを削りに行きます。食物、おい、手札が1枚増えるのであれば、手札が1枚増えるなら土地置いた方がいいんですけど、まあ3点ゲインと4点ダメにしかならんので、これでバイパーか伝いの同士とか出すのも悪くないんですけど、まあバイパーかな。うん、おいおいおい、うん、食物からトークン自体はいっぱい出てるんで、ハンデスされちゃっても一応アップキープ、食物食い食物食いで一応いけます。てか相手多分土地探しなんですよね、これ。土地探しか、のど首とかよりは土地探しな気はします。トップボトム、トップ置いたカード落ちましたけどね。てか土地めちゃくちゃ落ちませんでした、今。あー、マジか、優先権持ってないから相手の墓地見れない。私が優先権来たから、まあまあ玉靴落としでよくて、まあライフゲイン、おい、てかとりあえず1回だけ使っておけば OK なのか。うん、ライフ持ちますもんね。でこれはもうフルパンでいいでしょう。フルパンして、これ避ける必要はないので避らなくていいと思います。うん、相手が勝手にライフ削ってくれるのと、あのこれ威迫持ちでブロックできないんで、カメリアで給仕してパンプアップしてあげればそのままゲームに勝てるかなっていう印象ですね。うん、こいつらがプラス6点で、バイパー2ディスカードかな。税血の刃とか多分もういらないですよね。うん、で威迫持ち、飛んでくるのが切り崩し1枚程度だと思うので、ここ1枚取ったとしても、まあ、ブロックできるのがここだけで、まあ5点8点のプラス4か12点ちょうどですね。うん、ちなみにこれね、実は相手土地が詰まってるじゃんって話なんですけど、土地詰まってね、てか土地3枚までいってるからこの動きしてるんで、はい、あれで別に事故ってはないんですよね、これね。でこっちの方はちゃんと分してた感じですね。この清掃人の才能が早めにできて、まあトークンいっぱい生成することができてって感じなんで。そして相手はこれは、ついにピザが届いた感じですかね、これ。ピザが届いた感じっぽいので、まあまあいいでしょう。このカメリアの給仕はこっちの、墓地追放で大丈夫なので、うん、こっちから行きましょう。で、清掃人の才能についてなんですけど、これ、2枚とか3枚とか絡んでくると、めちゃくちゃすごい勢いで相手のライバル削れるんで、うん、まあ、盤面膠着しちゃったなってタイミングでもね、清掃人さえあれば、別に相手のライバル削れるっていうのは覚えておいた方がいいかなと思います。あと、このレベル3もめちゃくちゃ強いんで、まあ、今のを見ていただいたら分かりますけどね。うん。ああ。はい。これは拒否の。アメリア起動で墓地から、まあパーマネント、まあ、こっちでいいや。はい、見つくって殴って勝ちですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープしたら下ですかね。うん、ダイアグロ環境ですからね。諜報ランドから、まあ土地が積もれるなら OK でしょう。うん、黒緑、まあクッキーからでいいかな。
クッキー置いてきます。まあクッキーからならそれはそれでぐらいな感じですね。うん、まああとは相手の動き次第ではあるんですけど、切り崩しメインで打つんだ。緑、お、いいね。これはどうしかでいいかな。食物いっぱい作っておきましょう。この時食物いっぱい先置きしといても全然悪くないんで、うん。あとはなんかちょっと中コストぐらいのクリーチャーが積もれればいいかなって感じはしますね。で一応のど首は3枚あるんで、そっち側で動いてあげて OK ですし、その生抱き都市の保証とかいうカードはちゃんと処理しましょう。あーカメリア早めに使いたいとこではありますが、ただ今の状態でカメリアがそんな強くないんで、自分の食物は割れませんからね。うん、5マナぐらいのタイミングで使ってあげるのが綺麗かなって気はしますね。サイズ修正とかも入るんで、そんなに悪い形ではないかなと思います。で相手はゴルガリミットですね。うん、ハイレクシアンシェオルかな。まあ、ポケモリ自体は特に問題はありません。あら、馬、馬も大丈夫なんですよね。まあクッキー置いてエンドか。のど首構えておけばある程度なんとかなるかなと思います。うん、馬はまあなんならこの動詞でブロックしてあげてもいいんで、動詞かクッキーかな。いやどっちでもいいや。いや動詞の方がいいか。食物クリーチャー化する可能性あるんで、あこれ下手にいろいろと持ってこられたくないカードがいっぱいあるんで消します。なんか土地追加で置かれるのもちょっとめんどくさいんですよね、タイミング的には。うん、まあのど首結構使っちゃってますけど、まあまあまあそんなに悪くはないかなと思います。できれば土地引いてね、カメリア、お、いいね。これカメリア出して、このターン多分のど首を構える必要がそんなないんで、サクってリス出てプラス1カウンターばらまいて200なんで貫通できますね。うん、このカード相当強いですからね、やってることは。5マナ、まあ除去は飛んでくるでしょう。まあ除去飛んできますけど、盤面結構いい感じになったんで悪くないかなと思います。一応なんなら回収はできますからね。うん、サルベージ自体は可能なんで分派、まあ最後ののど首は分派に使うことになるかなですね。そこの執念黒特木かに関しては特に問題はないので、うん、無色ベプラスかな、マイナス、まあトークンの方を落としましょう。まあコンバット入ってきたらここで分派落としましょうか。ポケモリはぶっちゃけ無視して OK です。クリーチャーが1体だけだったら威迫でいくらでも回収が効くんで、うん、鋳型からカメリア回収します。まあ、さっきと同じ通りね、5マナあるんでこれカメリアがすごい形になってますね。うん、これベリアナ放置でいいんだよな、全然。今手札ないんで一旦ベリアナ放置でもいいんですけど、まあ、邪魔は邪魔かですね。邪魔は邪魔なんで落としますか。ほい、盤面の食物残しときたいのと、墓地のスペルは回収しないんで、のど首あたりはねカメリアで食っちゃって大丈夫だと思います。でもう先起動でいいです。下手にインスタントで処理されるのも、いや、ミスった、キャンセル。これ食物からじゃないとダメですね。うん、周りにトークンが出ません。周りにちゃんとトークン出せるようにしてから動きましょう。これで5-4になったんで、ポケモリがもうチャンプブロックなんですよね。なんでまあこの辺は結構いい感じになったかなと思います。ライコッパイ、まあ私はもうガン虫同士パンチですよ、こんな。あ、トークン同士、別にそれはいいんですよ。次の段ドローしようがそんなはね問題はないので、
2面サクってクッキー2枚で、あのこれクッキーのトークンが44ちゃんと作ってくれるんで、はい、マス除去までは持ってけてるかな。これ自動支払いくんが悪さしてません？黒い土地ないですよね。あ、これさらにあの緑土地を寝かそうとしましたね。お、いいね。ストップ、危ねえ。はい、44 8 10 12点なってますね。うん、この緑からの除去ってラリコッパイしか飛ばせないんで、まあラリコッパイでこの辺追放されたらなぐらいな感じではありますが、貫通しましたね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあこの一気のやっぱり強みっていうのは見ていただけたかなと思います。継戦能力すごいんですよね、清掃人の才能のおかげで。で、実はこの一気、まあペインランドとか痛いんですけど、アグロとかに対しても結構強くて、出てくるのが食物ってことで、まあ初動さえしっかり抑えてあげれば、終盤もうね、食物一生探り続けてライフゲインし続けるってことで、あの赤タンとかのバーン圏内から逃げることできるんですよね。そういうのも結構でかいかなと思います。また面白い動きするのはこのリッチ騎士の制服で、リッチの騎士の制服かな。で、まあアーティファクトとかエンチャントとかと、ね、トークンのうち望む数サクったら、墓地のクリーチャー蘇生できますよってことで、あの食物サクってこの辺のカメリアとかね、あの農家とかバイパーとかバーって並べてあげると、なんとびっくり、また食物が増えるとかいう面白い状態になったりとかね、そういうのもあって非常にいい出来かなと思います。はい、で、個人的に改良的な改良するとしたらどこなのかなっていうポイントなんですけど、このデッキ餌あさりまで必要なのかなっていうのはちょっとあったかなと思います。まあ黒特目とかね、マナフラ受けとかで入ってますけど、まあこの辺とか調整してあげるのはありなのかなって気がしましたが、まあ一応これね、リサーチができるんで、カメリアとかこの辺をサーチすることができるのはやっぱりでかいポイントなんで、まあこれはこれでいいのかなっていう気もしましたね。うん。まあ他に出るだけ食物生成できるようなカードとか出して入れてあげるのもいいと思いますし、また別のカード入れてあげるのもいいかなと思います。で、まあ清掃人の才能は読んでいいと思います。ここと戦いの同士、クッキーに関しては結構自由枠かなと思いますけど、まあ才能同士カメリアに関してはもう結局結構枚数積んでいいかなって気はしますかね。はい、他の枠は結構自由枠になるかなと思います。除去の枚数配分に関してもね、今回は給仕とかもあってこっち2枚とか積んでますけど、のど首とかの枚数増やしてあげるのもありですし、はい、他でもね、調整幅自体は結構いっぱいある、面白い出来かなと思います。はい、まあただこういうね、坂トゲの農家だったりとかこの辺は結構強いですし、まあ食物デッキとしてね強いですし、まあ思ったよりリソースも稼げるっていうのもでかいポイントではありますので、はい、その辺だけは、いいのかなと思います。ただ一時封鎖とかのね、全体追放みたいなところだけはね、食物まとめて流れちゃうので厳しいので、まあもしかしたらね、どっかの枠に、置物除去とか積んであげるのもありなのかなとは思います。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。